が今年もやってくる。ストライク、ストライク、ストライク、クク。いっぱい言うたね、ストライクも、ね、合わへんからね。ククって何、ククで調整、調整すなって話やけど、ね、まあまあ気持ち悪いからね、ちょっと。はーい、はい、さあ、始まりました。はい、デラチャーゴー、キーナです。さあ、はい、今日何することになりますと、ケンタッキーフライドチキン、はい、略してフラチンをね、いや言わないよ、気持ち悪いな。フラチン、フラチンをね、いや絞れたと思われますよ。いや略してフラチンやから、いややめてください。ケンタ、ケンタ、ケンタなんで、ケンタをね、はい、思い存分食べようじゃないかと。あ、僕も好きですよ、はい、もうね、はい、クリスマスの定番ですから、うん、ね、バーレルでね、バーレルで、バーレルを頼みたいっていう気持ちも僕ありますよ、はい、常に。ただ ね、はい、ね、そのクリスマスの定番のケンタッキーフライドチキンのドテッパラに風穴を開けたのかな思ってるんですよ。ん、ちょっとわからないですね。じゃあ行きましょうか、はい、クリスマスの新定番、ケンタッキー鍋を作ろう。はい、新定番、新定番、はい、ケンタッキーフライドチキンのメニュー、はい、ね、はい、それを鍋にぶち込んで食べようじゃないかと。おいしい、おいしい味付けしてるじゃないですか。はいはいはい、流れ落ちません、大丈夫ですか。いや、出ていいんですよ、流れで染み出していいんですよ、鍋に。はい、あ、そうなの。これはうまかったな、これね。え、まあうまかったら、ケンタッキーの新メニューになるかもしれませんよ、これ。お伝えされるかもしれません。はい、じゃあどうなるんかな、行きましょう。はい、わかりました。さあ、はい、ケンタッキー鍋作っていきましょう。はい、はい、まずはね、まあまあ普通のね、まずね、昆布で。あ、はい、なるほど、これは基本ですから。はい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 、どんな味付けにもね、ええ、これやりますよね。そう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 、はい、うん、あ、もうええ出して取るわ、これ。はい、はい、来まして、はい、じゃあ、うん、はい、これね、まずね、コーン、コーン、はい、はい、コールスロー、コールスロー、パスイとか、野菜も取れるわ。そして、こちらが、ドン、バガね、バガね、バガね、はい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 、はい、はい、そしてこちらが、ポットパイ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 、はい、ほんで、これがね、こちらね、はい、あ、ポテトもあるわ。あるわ、ポテトも入れちゃおう、ポテトも入れちゃおう、まあ、ね、普通に、はい、鍋、じゃがいもありますからね。はい、はい、辻さん、ペッパーマヨ、はい、はい、あ、ナゲットもあったわ。うん、うん、うわー、うま、うまそう、うまそうやな。どうすんのこれ、そういう方がいいんじゃん、うん、え、そぐの、だって骨だけのイメージあるけどな。そのまま食うた方がいい。いやいや、言うてもって目の前にしたら、目の前にしたらめちゃめちゃうまそうやからさ。確かに大きく身を残してや、うん、油取りがしっかりせなあかんちゃうか。すっごい油見てきたぞ、これ。ちょっと1個だけ食べていい？なかんて、なかんてって言ってるよ。俺も食べたい、めちゃめちゃ食べたいよ。変な色になってきてるわ。もうお前これもうええ、もうええやろ。ありがとうね、昆布。昆布がうわ、でかなんねえな、昆布これ。はい、これこれで、で、で、火は通ってるから全部。くさっ、え、くさっ、持ってみよお前。もうちょっと臭いでこれ。ほら、くさっ、あ、ほんまや、くさっ、あ、くさっ。でもあれよ、豚骨ラーメンとかにも、あ、なかなかの匂いしますよ、あの部分はね、はい、よっしゃ、はい、いい、もういいか、はい、いいじゃん。うわすげえ、うわじゃあ、これはもう取る。よし、よし、これがうまいんちゃう、もうこれ、これがうまいやなあ。じゃあ、まあチキンから行こうか。まあまあ行きましょうか、じゃあ。行っちゃいますよ。全部ガッサイ、ガッサイって、ガッサイってね。行きますね。はい。はい。よし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 。うわ。ポテトもあるよ、ポテト入れようか。あ、ポテト入れよう。はい、ポテト、ポテトいきまーす。はい。いきますよ。ポテト。うん。で、ナゲット入れとこうか。ナゲット入れ、ナゲット。あ、違うわ、なんか出てきたわ。初めて、これ何これ。クリスティ、クリスティ、じゃあ、クリスティ、うん、いいよ。まだ、まだあるよ。はいはい、投げ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 、3ついきます。はい、よいしょ、よいしょ。はい、これ、たくさんなってきたね、これ。なあ、ほんでこれ、もうそれがいいじゃん。それ、どう入れるかやな。これ、これも、これも、切る、切る、切る、はい、はい、うん、はい、はい、来ました。これ、はい、もう行こう、はい、行くよ。はい、あんま崩れないようにな。はい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 、じゃあ違う方向に、はい、縦に入れるか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 、
いいね、はい、いいね。でパイね、パイパイ、はい、すっごいね、はい、はい、はい、オッケー、はい、はい、オッケー。野菜入れこか、いきましょう。コールスロー、はい、いくよ、はい、ポン、はい、あ、終わった。彩りも、彩りもええで、これ、ほら、よいしょ、よいしょ、よいしょ、はい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 、あと松茸、ほら。でももしかしたら本物のそのケンタッキーのお店がもう鍋ブースを出すかもしれません。なるほど、これね、うん、今度行けばですよ。うわー、よいしょ、ほら来たー。はい、最後にこれをポンと置きまして、はい、完成でございます。はい、じゃあいただきましょうか。いただきましょう、いただきましょう。それでは、はい、ケンタッキー鍋いただきまーす食べ方がわからんな。まず、まずスープでしょ。そりゃそうでしょう。あ、いい感じ、とろみついてるわ。ほんまやなあ、天下一品のラーメンのスープみたいな。なあ、とろみついてる。いただきます。はい、ちょっと食べてください。すっげえパンチあるよね。初めて初めて飲むスープいや、そうだから、ジャンク剤やから初めて飲むスープや。何系って言われへんけど、いや俺うまいで。うまいな、俺もう全然うまいで。俺全然うまいで。うまいな、これ。なあ、うまい。さあ、じゃあちょっとチキンいきます。チキン、チキン、チキン、どこにおんの。な、布、布入れた。入れてないです、布入れてないです。布は入れてないです。布入れてない。いや、あ、これか。あったあったあった、あったぞ、あった。これ絶対そう、これ絶対そう、うん、これ絶対そう、ほら、うん、これナゲットやな、これ。それナゲットないぞ。だから一番下やからな。これか、これや。それは絶対そうや、これや。はい、いただきます。いただきます。めっちゃうまい。これは成立してますねうまっ。あの、何これ。お鍋にしてもあのケンタッキーの味がするんですよ。そうびっくりすることにね。スパイシーな、残ってんのちゃんと。で、俺このスープめっちゃ好きやねんけど。スープもええけど、お前これグーも、いや、グーも絶対うまいよね。あ、これナゲットかな。これだから、あ、これ布、うん、布、布や、布。こんなもんほぼ湯葉やないか、これ湯葉や、これ。あ、そうなんや、洋風湯葉や。素材が何か分からへんから。うまい。こんなうまいの。なあ、めっちゃうまいぞ、これ。ほんまに、いや、これうまい。いや、あと、ポテトのポテトのめっちゃうまいここやん、ほんまこれあの、マジで冗談抜きでもうシャレならんぐらいうまいわ。うん、なあ、そう。いや、ちょっとなあ、味がこれな、かつて51年間で食べたことない味だから表現しにくいんですけど、こんなうまいことある。これパイもらうね。じゃあこれ、このパイの部分。いや、絶対うまいぞ、もうこれ。溶けてるわ。洋風の、洋風のオフ洋風や、めっちゃうまいで。洋風、洋風や、洋風、洋風、洋風や、これ洋風です、洋風めっちゃうまいや、このパイの生地のとこ。これもうまっ。食べた、クリスピー。それクリスピー、うまそうやな。で、俺もう投げとこ、投げとこめちゃうまかったもんな。ほんまに洋風のワンタン、これ。包んでくれたらほんで、多分これめちゃめちゃビール進むと思うで、これ俺分からんけど、多分うまい。普通に食べてまうもんな。ポテトのうまさ半端ないで、マジで。これマジでパンがうまいの。あ、うまい、マジで。うん、この味が染み込んだオフっていうのが分かるでしょ、言ってる意味が。まあ、うまっ言ってる意味分かるやろ。うまいからね、うまいわ。マジでやって、皆さん、マジでやってみてくださいこのぐらいうまいから。うん、うまいわ。このトロッとした感じ、この肉。どうする、どっちでもいいよ。でも、ただ具までいっぱいあるけどな。じゃあ、後で食べるとして、はい、ちょっとここにあげようか。はい、
これはちょっと後で。後で食べるからね。食べて、収録とか。はい。いけたもんね。しょうまいから。てかもう、これが雑炊みたいなもんやけどね。で、そうやねん。なんかもう。もうな。うん。これ雑炊やねん。見た目がね。この麺の上にな。あんかけ焼きそば。あんかけ焼きそば風にな。あんかけ焼きそば風にな。絶対うまいやん。絶対。焼いた焼きそばとかでパッて置いたら。なあ。焦がしたやつね。うまいな。めちゃくちゃうまいな。入りました。ちょうどいい、ちょうどいい。どれやったらできるかな、これ。うまいな。うまそう。うまそうやな。ああ、もうほら。うまいに決まってる。うまいに決まってるよね。これがうまいんやから。さあ、はい、じゃあいただきましょう。いただきましょう。ケンタッキー雑炊。はい。めっちゃうまいわ。めっちゃうまいわ。このねっとり感もなんだな、うん、この舌にまとわりつく感じな、うん、あのケンタッキーのスパイスがずっとうわーずっといますよ。俺はポン酢の方がいいかもしれん。ああね、ほんまや、入れるならポン酢なんですよ。皆さんポン酢をお試しくださいこれ、はい、いや笑ってるぐらいうまいなこれ。ちょっと脂っこいからって皆さん大思いでしょ。めちゃめちゃまろやか。脂っこさなんか一つもない。全くない、全くないですよ。ただただうまいだけでしたね。こんなに満足させるかっていうぐらい満足させられるからねこれほんま。でもこれもうやってやってください。本当にめちゃくちゃうまいから。そうなんですよ。あのカーネル・サンダースの人形鍋乗っけたいもんな、ここ、これに手の上に。あ、人形ね、人形に。ナーベル・サンダースだねこれは。本当におすすめですよ。本当におすすめですからね。チャンネル登録お願いします。もれなく何ももらえません。そらそうやろ。